さんどうもこんにちは。今回は初めてTeamでネイルのお買い物をしてみましたので、皆様と一緒に開封していきたいと思います。初めて買ったんですけど、こちらはネイルポリッシュの種類はあまり豊富ではなかったんですけど、いろいろ見ていきたいですね。まずこちらとジプソン、石膏タイプのジェルで、ザラザラした感じのジェルです。のこちらの黒を購入しました。で続きましてなんか梱包の仕方が若干違いがある、こちらもなんかもっと頑丈に梱包してありますね。こちらも同じくジプセングルーって書いてある、ジプセングルーって書いてありますけど、石膏タイプのネイルポリッシュ、なんかザラザラした感じですね。石膏みたいといった感じのです。続きましてこちらは多分パウダーを買ったんだと思いますけど、クロムパウダー、写真を見た時にすごい可愛かったので思わず衝動買いをしてしまったと思うんですけど、驚いたのが、驚きますよね、この底の浅さがすごく気になります。底が上げ底になってて、パッと見は全然見ます、ここの分かりますでしょうか、とても上げ底になってるんです。なのでパッと見は大きな容器のような感じしますけど、実際中は本当にとても少なくてこんだけしかないってことですよね。ちょっとびっくりしました。続きます。さっさといっちゃいましょう。続きまして、こちらは普通のオーロラカラーのフレークというか、なんでしょうね、これ。で、割と小さめだったので指にのせやすいですよね。一粒がとても小さいので、とてもネイルには使用しやすそうな感じです。クリアとかに混ぜたり、カラーに混ぜたりして全然使えそうなので、これはまあ良かったなと思いました。続きましてこちらは開封してみましょう。アクリジェル、アクリジェルサーマルですね。のなんかグレイ、黒を買ったと思ったんですけど、なんかグレイとなってます。これと写真を見ると黒ですけど、なぜかグレイ、ミスチア、チアリン、ミスチアリン、中国系のブランドですよね。まあ、機会があったらこちらの方もカラーサンプルでいきましょう。次行きましょう。ネイルのライトです。小さいライトですね。照射用のライト、なんか思ったよりも小さくてパワーがなさそうなので大丈夫かなと思うんですけど、こちら充電ができるタイプだったので、ついちゃいいかなと思って買いました。こちらもなんか割とたくさん出てて、丸いタイプとこういう六角形タイプで一つ全部中国語で、英語で書いてある。パワーは3ワット、3ワット、そうですよね、これ1個しかライトがないので、3ワットしかないので、このぐらい使えるかなって感じですけど、こちらなんか他の方のビデオを見てて、丸型だと転がっちゃうけど、これだと転がる心配がないので、それはすごくいい案だなと思って、転がらないっていうのもいいですよね。なのでこち
ちらはソフトジェルチップです。まあ、たくさん出てますよね今。モールドじゃない爪に直接チップとして貼るタイプ、あらかじめフロス加工になっているので、チップ貼られる方はご存知かと思うんですけど、ツルツルの面のもプラスチックだと剥がれやすいですよね。すぐペロッとパカッとすぐ取れやすいけど、フロスに加工になっているとザラザラしているので粘着しやすいですよね。だし割と接着面だけフロスになってる加工もあったんでありますけど、この場合両面全てがフロス加工になってるので、カラーの時もしっかり定着するってことですよね。カラーを上に載せる時もなので便利そうでいいですよね。でまたクリアにしたい時はこう裏にクリアつけてしまえばいいので、これは便利かなと思って買ってみましたけど、あとこのちょっと気になったのがサイズが書いてないので、ここのチップに普通なんか番号が振ってありますよね、サイズがないので、もし今もそうですけど、どっから取ったか忘れちゃったんですけど、こういうのでちょっとサイズがあれって今どこなんだっけ、私もなんだっけ、どこから取ったか忘れちゃったって感じ。サイズを間違えないように気をつけないと。サイズを間違えないよ、番号がないので気をつけましょう、いきましょう。あ、これはちょっと後で大きいの、小さいのいきましょう。よいしょ、これはシェルですね。シェルなんですけど、これ確か同じものを3種類買ってほしい以上。先に全部、これは全部今回以上お買い物全部ですね。同じものを安くて可愛かったので色違いで3色揃えてしまいました。よいしょ、これ見て分かると思うんですけど、まあ別にということはない。これ上手に開けないと怖いってこういったものなんですけど、これはなぜか普通のシェルなんだ、普通のシェルなんですけど、なぜこれを購入したかというと、中をよく見ていただくと割とサイズの豊富なあのシールと色が統一されているのと、グリッターが入っている、あと小さなパールが入ってたりする、なんかいろいろ細かいものがいろいろ入ってたりする。アートを載せるときに何パターンかグリッター出してシェル出して、あとこの金の糸出してってやってるとそれだけ手間がかかったりするので、これだと一つの中で全部揃ってるので、ちょっとなんか一回で終わらすことができて簡単かなと思って、時短ですね、時短になるかなと思って購入してみました。しかもそんなに値段が高くなかったので良かったなと思って買いました。気をつけてもちょっと開け方が難しいので気をつけましょう。難しいというか開け方がちょっと、こちらピンクバージョンですね。でもなんか赤に入ってるものはほぼ一緒ですね。ピンクのグリッターとピンク系のシェル系、形がいろいろ
小さいパールも入ってたりしますね。こっちはホワイトですね。初めてこれずっと昔というか以前からずっとこういうタイプのものっていろいろ Amazon でもアリエクスプレスでもいろいろ出てるので気になってはいたんですけど、アプレとかからも出てますよね。いろいろネイルのメーカーさんからも、あ、電池がちょっと残ってるみたいです。ほら聞こえますか、漏れてる。あれ大丈夫？なんかエアがめっちゃ漏れてる。使い終わった。ここで、え、どうするの？ちょっと使いも、使用、後でちゃんと使用方法を読んでからまたいつかレビューしようと思います。要はエアブラシも。ハンディタイプのエアブラシですよね。エアブラシもいくつかも持ってまして、コンプレッサーで本格的なものからすごいポータブルの小さいサイズのものもあって、今回こういったリチャージャブル充電タイプのものを初めて購入してみたんですけど、どのぐらいかっていうのが気になるので一度使ってみたいなと思ってて、でこれでなんかグラデとかが早かったりで、こちらはまた使用方法を調べてみていつかレビューしたいと思います。まあ、値段的に$17.99だったんですけど、よいしょ、今回これだけをティームで購入しました。あとジェルポリッシュはなかなかあんまり数は揃ってなかったんですけど、いずれまたそのうち増えてくるかなと思います。で全部で合計がで合計金額が全てで$29.92だったので、外れてもいい値段だと思うので一度試してみようかなと思いました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。